中村瑞木は日本のプロボーラー。東京都出身。ジェイプ a 第42期生。ライセンスナンバー455。サイト4 d 所属。ボーリング革命 P リーグには第20戦より参加。P リーグでのキャッチフレーズは下町の鉄腕ルーキー。ボーリングを始めた契機は祖父と祖母がやっており、小学校5年生の時に祖父に勧められてマイボールを持ったことである。 サウンドボールを運営しているサウンドストリーに所属していたが、2013年11月10日をもってフリーとなった。その後、2014年4月より、ココレーンボーリングチェーンと専属契約を交わし、ココレーンニー座式店、カミヤボール所属となった。2019年4月4日、自身のブログにて、任意保険無加入の状態で自転車との交通事故を起こしていたことを報告。 刑事責任、行政責任はなく、協会から公式戦出場については、問題ないと回答をもらいつつ、練習を含む、ボーリング競技への参加の自粛することとした。また、競技参加自粛に伴い、用品契約を結んでいた、ハイスポーツとの契約を終了している。2007年2008年。ありがとうございます。